ひーさん、うさばんは、って、なんか、しまらんな。記憶喪失ということを、今まで秘密にしていてごめんなさい。言おうかどうかずっと迷っていたけど、結局、こんな形でバレてしまうだなんて、本当に、申し訳ないと思ってます。本当は、初めて会った時にちゃんと説明するべきだったんですよね。もしも、迷惑だと思うなら、すぐにでも消えるつもりなので、遠慮せず言ってくださいね。って、こんなことを書いといて、兄さんは優しいから、迷惑だなんて言わないということもわかってます。昨日のキスのことも、本当はする気はなかったんです。ひいさんの気持ちを考えずに、傷つけてしまっていたら、本当に。でも、まさかひいさんがあんなに取り乱すとは思わなかったです。こんなこと書いたら、最低な男だと思われるかもしれないけど、いつも自信満々な君が照れてる姿は、僕は、初めて出会った時よりも、あかんな。ひいさんといると、めっちゃ楽しくて、どんどんわがままになってるみたいです。こんな僕を止められるのは、ひいさんだけだから。ひいさんこそ、本当に嫌な時は、思い詰めることなんて何もあらへん。ただ、かもしれへんな。どうして月を見ずにいられるんやろ。ひいさんは、僕に思い出してほしいんとちゃうん？ひいさん、僕な、思い出したんや。僕は、この国の人やない。僕は、月の都の人や。前世からの約束によってこの世界にやってきた。もうさようなら、ひいさん。
おはようさん。ひーさん、今日は僕の当番なんやから、寝といたらよかったのに。変な夢？僕？そりゃ確かにしんどそうやな。ええよ。せや、僕のせいで変な夢見たっちゅうなら、お詫びせなあかんよな。はい、ここ座っとき。そっちのがええちゅうならそっちでもええけど、今日はひーさんの髪の毛溶かしてあげよう思うてな。うまくできるかわからへんね。ひーさん、ひーさん。その体勢じゃひーさんが疲れるやろ。僕の膝の間座って。ひーさん、三つ編みでええかな。ひーさんの髪、めっちゃ綺麗やな。このふわふわなんは地毛？へえ、生まれた時からお人形さんみたいな子やったんやな。お人形さん？おお、確かにその目の色も天然？こんなに可愛いのに？
ひいさんは昔からあんま変わらんな。うん、なんかそう思ったわ。僕は好きやで、君の宝石のような目も、ふわふわとした柔らかな髪も、全部君が君である証だ。よっしゃ、できたで。もうちょっと、こうしとく。了解。まだまだ余裕あるし、平気や。テレラさんに見つかったらえらいことになりそうやな。約束まだ破ってしもうたな。してるとなんか安心できんね。あ、そうだ。昨日の夜、白雪とあんたらの話してたんだがな。あんた、記憶喪失なんだってな。ひいさんから聞いたんですか？そうなんや。つうか、そういうことならもっと早く言えって。すんません。で、今はあんたの過去を取り戻すために元カノを探してる最中なんだってな。はい。んな、めんどくせえことしないで、もっと手っ取り早く人集める方法はあるだろう。要は若い女を集めりゃいいんだろ？パーティーを開けばいいじゃねえか。ここで。まあな。あんたもようやく理解したか。遅えんだよ。俺の案だけどね。別に。でもパーティーって費用はどないするんですか？俺が出す。この前殴っちまったからな。いや、別に気にしてへんから。俺が気にしてんだよ。なんだよ、気に食わねえなら。そうやなくて、僕なんかのためにそこまでしてくれるのは悪いっちゅうか。ただでさえも
いろいろとお世話になっとるわけやし。気にしない方がいいよ。この人、派手好きでお祭り好きだから。本心は君のためじゃなく、自分が楽しみたいだけだよ。ま、やっぱり盛大にやらないとな。明日。月がどうかしたの？こんばんは、店員さん。月を見て睨んでたけど、月に何かあるの？君を待ってたんだって言ったら気持ち悪いかな。うん。そうなんだ。ありがとう。今日は随分と忙しそうだったね。パーティーか。行きたいけど、明日はちょっと。うん。でも、そんな時でも、君の笑顔を見ると、毎週のように通い詰めて、毎週同じものを頼んで、こうやって。あの、キーさん、どうしたって？ゴミ捨ての帰りが遅いから心配して迎えに来たんやね。彼女に何か用事ですか？お店のことでしたら僕が聞きますけど。ごめん。今日はやっぱりやめておくよ。一緒にゴミ掘りに行こうか。なあ、ヒーさん。今、君にキスしたい言うたら。怒る？それはええってこと？
大丈夫？なんでやろ。こんなことするつもりなかったのに。帰ろうか。その前に、ヒーさん、ちょっとごめんな。僕のせいで腰抜かしてしもうたみたいやしな。いや。うん。なら、僕の首に腕回して。こうすると、ヒーさんの顔が見られて、へな。かわいいよ。ヒーさん。のせいでこんなしんどい思いさせて。今日も一日中パーティーの準備に追われてたし。僕は平気やで。ほんまほんま。ヒーさんと比べたらめちゃめちゃ楽やで。嘘やないって。それにほら、僕は男やし。女の子と違って体力があるんやで。なあ。帰ったらヒーさんは休み。後の用意は僕が全部やったるから。僕。せやけど、これ以上ヒーさんに迷惑かけるわけには。僕はもう振り向いてるよ。ヒーさんは意外に強欲さん。なら僕も自分のために努力せんとな。そうやな。喫茶店に着いたらヒーさんのために美味しい紅茶を入れる。ヒーさん、こんにちは。ウサギさんやで。僕がここに来てから、一週間が過ぎました。ということは、僕とヒーさんが付き合ってから、一週間経ったということです。そろそろ、ここでの生活も、この日記を書くことにも慣れてきました。いつも顔を合わせているとはいえ、仕事をしているとなかなか話す機会がないから、ここでいろいろと話したらいいんですよね。ヒーさんはいつも元気で、明るくてすごく一生懸命です。僕は、そんなヒーさんのこと、
すごく尊敬してるし、とても好きだけど、無理。僕は、君みたいに器用じゃないから、役に立たないこともあるかもしれないけど。でも、言ってくれれば、何でもやるから。だから、僕には遠慮せず何でも言ってな。少しでも、ヒーさんの役に立てれば。こんなむさ苦しいところに来てくれて悪いな。今日は全部俺のおごりだから。すいません、こっちにもお酒ください。あの、ここでパーティーをしてるって聞いたんですけど。やん、はい、あーして。あかんって。かぐや、見つけた。かぐやちゃん。かぐやちゃん、かぐやちゃん。ちょっと、何くっついてんの。かぐやと付き合っているのは私っていうか、かぐやちゃんとか何キモい。はあ、あなたこそ何言ってるの。かみんな彼女面してるけど、かぐやの恋人は私だから。
モテモテだな、あんた。何よ、あんたがかぐやのこと誘惑して私から奪ったんでしょ。ふん、一人余裕ぶっちゃって自分だけいい子ちゃんのつもりなんだ。っていうか、あなた誰？あなた。みんな、聞いてくれよ。ごめんな。僕の彼女は、ヒーさん。ユリカちゃんやから。ひどい、ひどいよ。ごめんな。嘘。なんで？かぐや、私たちあんなにラブラブだったのに。ねえ、私だよ。本当に私のこと覚えてないの？かぐやちゃん。何するのよ！勝手なこと言わないで！どいて！私はあなたじゃなく、彼に話があるの！なんで！怖え。
うるさい。君たちはかぐやをどうしたいの？自分のものとして欲しいの？彼は君たちの。そうだよ。かぐやちゃんは私のものだよ。だってかぐやちゃんは私の言うこと。それなら私だって。私も。だったら、何か証拠はあるの？証拠？そう。彼が君たちのものだったという証。彼は、記憶喪失なんでしょ？何か証拠があるんだったら、それをここに持ってきて、彼に見せれば思い出すかもしれない。そんなの！ないの？ある。あるもん。二人の思い出の品。そう。じゃあ、見つけ次第ここに持ってきて。え？期限なんてあるの？あるに決まってるだろ。だいたい、すでにあるものを持ってきてもらうわけだから。まあ、それだけではなんだから、君たちにもメリットをあげる。もし、君たちの誰かが、かぐやは自分のものだという証拠、思い出の品とやらを持ってきて。それはいい考え。そうすれば恨みも残らない。そうだね。君たちもそれでいいでしょ？もともと、ここに彼女たちを集めたのは、